はーい、日本酒バトルのお時間です。今日はみんな大好きドラえもんたい。みんな好きなのか嫌いなのかよくわからないかーし。では見ていきましょう。<noise> はい、選手紹介ドラえもん。はいね、言うまでもないね。小型ロボット。身長129.3センチ。体重129.3、ね、センチ。ウエストも129とかだったっけなんか同じ数字が並ぶ人ですよね。人 ロボットだ <laughs>。過去のバトルでは渋沢栄一対ドラえもん、ドラえもん対平賀現代ドラえもん対紫式部、ブラックジャック対ドラえもん、ドラえもん対黒田官兵衛とさすがの人気者ね。今日6回目の登場です。過去動画ぜひ検索してください。対して講師は古代中国の思想家、儒教を開いた人ですよね。論語というね、まあ、著作というか言語集が有名ですよね。し曰くって始まってね。 なんだ、学びたときにこれを舞うまた楽しからずや。コインのことしもロングだっけ。あとね、友あり遠方より来たる。いろいろな言葉があります。ではドラえもん対カオを締めていきましょう。はい、ドラえもん、2112年生まれ。おっと、もう100年切ってますよ。あと80。 8年あ <laughs> 違う80じゃない。92年92年だ。いや、82年88年でいいか？俺めちゃくちゃやな。<laughs> 年取ったな。88年おお今生まれたら88歳でドラえもんと出会いますよー。孔子はおおっと。紀元前552年生まれマイナスだー。マイナススタートはすでに死んでいる。このままでは勝てない。講師どうする？大丈夫？最初の戦いは？ 身長身長対決はダウ対決はドラム129センチ攻撃力は 129! コーはュワ <laughs> 二 ?216 センチあっっったと言われれいます高身長うううか石膏かこれどどぞぞ違石石こね。 216あったんかい、本当にということですが、攻撃力は216。ドラえもんに216のダメージ。だが、うん、じゃあ次の戦いは、鉱物。さあ何が好きかなってドラ焼き、ドラ焼き、や、8つの8つ、8。攻撃力は8。では、講師の鉱物は、ポン。 白米、生肉、なんと、こうして白いお米、白米、焼いてない肉、生肉が大好きです。ということは、お、回復力、ご飯だから回復だ。白米、まあいい、八九、一、八九、まあそして、生肉、七肉、ということで、八九、一、七、二、九。回復力、八十九万、千七百、二十九。ピロリロリー。 おーっと、講師の HP が回復した。講師の HP、89万1177となりました。おぉ、最後の戦い、どうなるのかばン。弟子。弟子ドラえもんの弟子いたっけばン。の、伸びたあいつ弟子弟子じゃねえよな。まあ、にしても、1。じゃあ、講師の弟子は 3,000人,人の弟子がいたと言われますすげえ攻撃力は3 0 0ドというわけでドラゴンもうちょっとマシな弟子を連れてこなければ勝てないぞ今日の勝負講子の勝利となりましたちなみに何俺ずっと講子講子ってる。う講師講師講どっちなんだ <laughs> まあいいやというわけでね今回も 皆さんグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたしますそれではまた来週せーねれーねー